戸沢氏。戸沢氏は、道の区国、後に、出和国を支配した士族。国人、後戦国大名、江戸時代には新城藩主となり、明治維新に至る。戸沢氏は、平忠政の子、平これ森より始まり山和国三輪を本拠地とした。その子、平行生の第二、木曽義仲に属していたが、その不義を憎み、欧州岩手軍、雫石将。 岩手県雫市町に下校した。1185年に、源の頼朝に侵入し、八島の戦いや欧州合戦での活躍が認められ、岩手軍、雫市町内に4600丁分の土地を与えられ、大見の御家人となる。その時に、雫市町の戸沢ゆに今日構えたことから、戸沢氏と称した。千二百六年、戸沢か森は南部市から攻められ、 雫石、岩手県雫石町から角谷小立、秋田県仙北市に敷町西明寺に移る。1220年に角谷小立から角谷へ移り、1228年、角谷城を築城。以上が、反感府などが伝える戸沢市の出寺である。過疎とされる、平行性の、こうという漢字から、欧州藤原市の老頭だったという説がある。こうという漢字は、 欧州藤原氏が通詞として使用しており、歴代当主以外の人物も使っていた。後世の、後は、藤原氏からの返記を受けてつけていたものと推察される。また、本拠地とされる雫石も、藤原清平の母方の安倍氏の本願地の栗谷川に、極めて近いことから、欧州藤原氏の中でもそれなりの地位にあったものと、考えられる。以上を踏まえた上で、 雫石に古くから土着していた荘園の開発漁師というのがその実態であり、欧州征伐の時に藤原氏に協力しなかったことから、かろうじて加盟存続を許されたが、新しく来た関東御家人の圧迫を受けて、出和国に移っていったのが、ことの真相と考えられる。鎌倉時代初期には、仙北軍、角谷地方に進出し、 そこから周囲に勢力を拡大して行ったものと推察される。はじめに小建てを建て、そこから周囲の自社や豪族を参加に収めていった。本拠地である雫一生も引き続き支配下にあったが、中期の頃になると南部市の圧迫を受けて、最終的には南部市の良きにならなければ存続が難しかったという。戸沢氏が菅武平氏を名乗るようになったのもこの頃で、 生は源氏の南武士に対する対抗心と進出した角谷地方の諸子に対する宣伝工作もあったようである。鎌倉幕府が滅び、県武の申請が始まると、公家の北畠昭家が、陸守るとして下校してきた。しかし足利高氏の離反と石津の戦いでの昭家の戦死で、大湯の国人は動揺し、それぞれ南朝と北朝分かれ構想する。 戸沢氏は南朝に属す。秋家の弟、北畠秋信が一時期雫岩城に入っていたと記録があり、また別の記録では、広告2年、1341年秋信は、武家方の欧州総大将赤党義望を攻撃するために、河西、和河、雫石、河村、南部の兵を動員したとある。ここにある、雫、岩城、敵石とは、戸沢氏を指しており、 戸沢原生と推察される。広告2年の合戦は、秋家の敗戦に終わり、秋家は、雫岩木に入城した後、出羽国へ去って行った。この時に、雫石の兵も従ったとある。南部氏側資料によれば、南部春政の代に雫石に進出し、敵方を出羽に追いやったと、記録が残っており、戸沢家府によれば、応永30年。 1423年、戸沢家森の第二、本拠地を角野立に移したとある。何時本拠地を、仙北郡、角谷地方に移したかは定かではない。また、別資料によれば、角野立戸沢市、敵石、戸沢市と仙北地方、雫石にそれぞれ戸沢市がいたことが推察されている。広告2年の合戦以後、南部氏が北朝方に寝返ったことと、 国立奥における足利市勢力が増大したことが契機となり、この時に戦北地方に移ったと推測される。ただし、雫一生を失ったようではなく、そこには所留を置いていったと考えられる。その後、戸沢氏は門谷城を根拠地とし、南朝方の武将として各地を転戦したようであるが、戸沢衛生代の塩分元年、1356年には、 鎌倉へ出資しており、この頃には、他の武将たち同様に来た朝方に転向して、時代を生き抜いたようである。戦国軍、角谷地方に本拠を置いた戸沢氏は、角谷城を根拠地として周囲に、いくつもの出城を構築して、ネットワークを形成し、角谷地方の両国基盤を強化して行った。その後、本拠地を角谷から角の立に移し、角谷地方からさらに、 戦北三軍のうち、北浦軍全域への支配拡大を目指していった。中世前期の戸沢氏の動向については、戸沢家府など以外には、確証がないが、長京三年神宮寺や渡宮、現代戦士神宮寺を再考して、胸浦に名を書き留めた、タイラーソン、日が守る家森は、戸沢氏の当主あったものと思われ、これが、初見資料となる。 格の盾に本拠を移転した時期については、諸説ある。王英年間の説は、戸沢家府に、王英三十一年に、戸沢家守が格の盾に策を築くとあり、付近の神宮寺や綿宮に、平イ村、日田守家守の記録があることが根拠であるが、王英年間の戦国軍は、南部市、小野寺市が争っている最中であり、そこに、戸沢市が割って争っていたとは考えがたい。 天文年間の説は、南部四文書の南部春政の第二、雫石に進出し、敵方をではに追いやったという記録が根拠だが、そこから豊臣秀吉の小田原征伐まで、わずか40年の猶予しかなく、その間に、戦国軍全域を掌握できたとは考えられない。戸沢市警図によると、聖院の古性保が角のだに策を移すとあり、家父と比較すると、 文明十一年、千四七九年に家督を継いだ、戸沢秀森の頃である。また、神宮寺アータグルの、タイラーソン、日が守る家森の記録も、長京三年、千四八九年と秀森の、知性の頃である。以上のことから、戸沢氏の格の立て移転は、文明年間と考えられる。応仁二年、千四六八年。 南部氏が、小野寺氏との抗争に敗れ、千木三軍から撤退する。戸沢氏は、北レウラ軍の統一に成功し、千木三軍の派遣をめぐり小野寺氏さらには、秋田市との抗争を開始する。明王5年、1496年に、大曲地方への進出をかけて、安藤正式と戦う。秀森は、弟の戸沢忠盛に2000の兵を与え、淀川城の守備につかせる。 両軍は、唐松屋で激突したが、引き分けに終わる。英少年間には、小野寺氏と戦う。両者一歩も退かぬ、長期戦となり、最後は、奈良岡氏の仲介では僕。大英7年、1527年には、再び、安藤氏と激突。この合戦は、安藤氏の暴略により、家中分解の危機に陥ったが、なんとか、引き分けに持ち込む。この合戦で、 戸沢氏家臣の結束は強まり、戦国大名家に成功する。協力二年、1529年、秀森死去。あと、戸沢同姓が継ぐ。わずか五歳であった。秀森の後を、道森が継いだが、わずか五歳だったこともあり、叔父の忠盛が角野立てに入場し、後見人を務める。しかし忠盛が、宗家脱志を企て、道生とその母。 奈良岡市出身は、城外に追放される。しかし、このクーデターは、家臣団の指示を得られず、奈良岡市を中心に、六号、本堂、白岩柱らが結束して、忠盛に圧力をかけ、最後は、道勢の角の立て復帰、忠盛の淀川城退去で決着する。天文十年、1541年、小野寺氏が北浦軍攻略を開始する。天文九年、 1540年に本州寺的石の疾患、さらに天文14年、1545年には淀川城を安藤氏によって奪われており、戸沢氏最大の危機であった。そのため、家臣団は幸福やむなしの雰囲気だった。しかし、未知性母の奮起と、それに応えた家臣団の必死の抵抗により、小野寺氏は攻略を諦める。戸沢氏の危機は消え去った。 天文16年、1547年、淀川城を再奪取。その勢いで、荒川城も攻略する。その後、対局、土屋の徳カ氏を侵入させることに成功。元気元年、1570年には、徳勝勝家により、高畑に築城させ、小野寺氏への逆襲を開始した。こうして、北浦郡全域と戦牧中軍。 九千木軍の大部分を平定する。その後、同性は、本同士の女と結婚し三男も儲ける。A69 年、1566年、道左官に一人の男子が生まれる。後に、鬼、苦労の異名を取り、北欧随一の名称と歌われた、戸沢森康である。森康は、小野寺氏や安藤氏を破って、勢力を拡大し、 戦国三軍の完全平定に成功。戸沢氏の前世紀を出現させる。中央の同静にも絶えず注目し、豊臣秀吉の小田原聖伐には、東北地方の戦国大名の中でいち早く三陣して、秀吉の称賛を受け、所領を安堵された。しかし森安は三陣中に突然病死した。詳細は、戸沢森安の後参照、森安の死後、 この黒五郎が四歳だったため、弟の戸沢三森が家督を継ぐ。欧州市置の後、戸沢市の支配地域は、森安の首と総部事例の問題もあり、北浦郡4万5千石のみ安堵され、残りの地域に関しては、対抗増入地の大官としての権限を与えられた。三森の家督相続の際、森安の兄、戸沢森重の謀反騒ぎが起きたとされるが、 家中動揺することなく、三森を盛り立てた。三森は、朝鮮出兵の途上、張馬国姫路城で病死。三森の死後、森康のことざあが家督を相続する。秀吉の死後、生成は、鳥居忠政の娘と縁石を結び、徳川方へ急速に接近してゆく。関ヶ原の戦いでは東軍に属し、最上氏と共に、上杉氏と戦う。 しかし、上杉討伐で、秋田市の勢力が増大することを恐れ、消極策に終始する。戦後、この行動が咎められて、日立国松岡へ、現添をされる。松岡藩への添放後、聖聖は、徳川氏への接近を積極的に進めていく。徳川氏重臣の鳥居忠政から養子を迎え、自身の娘と縁石を結ばせた。慶長19年。 1614年の大阪冬の陣では小田原城の守備、翌20年の大阪夏の陣では江戸城の留守協約を命じられる。鳥石との宴席により、本来江戸幕府内での扱いは、戸沢大名であるはずの戸沢氏は、普代大,大名とされた元普代。元那8年、1622年、もがみ市の改役を受けて、普代大,大名鳥石の一族として、角の建に比較的、 司会新城へ、数を添付される。以後は、新城藩6万国、57万国の大名として、明治維新まで続く。以降は、新城藩を参照。江戸期の著名な家臣としては、18世紀における、日本の山岳者、安島直信がいる。d ィブ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。